誰かといえば、カイン・キリストということになるわけですけどね。まあ、話はね、今日初めて聞いてくださる方にとっては、どうしてカイン・キリストだなんて言われそうですけどもね。まあ、ちょっと疎外症だ、今日はね、テーマ、今日のポイントだなんて言われそうですけどもね。まあ、ちょっと疎外症だ、今日はね、テーマ、今日のポイントだなんて言われそうですけどもね。まあ、ちょっと疎外症だ、今日はね、テーマ、今日のポイントだなんて言われそうですけどもね。まあ、ちょっと疎外症だ、今日はね、テーマ、今日のポイントだなんて言われそうですけどもね。まあ、ちょっと疎外症だ、今日はね、テーマ、今日のポイントだなんて言われそうですけどもね。まあ、ちょっと今日はね、テーマ、今日のポイントだなんて言われそうですけどもね、まあ、ちょっと疎外症だ、今日はね、テーマ、今日のポイント。でありませんから結論的に言いますと姉を書いたのはカイン・キリストであるということですよね。そしてそれをやっぱり同じように当時知るよ誰も知る由もなかった事実、ミケランジェロはもちろん知ること誰も追求したこともない、誰も知らなかったような事実をですね、その、まあ、300年前の例となって話せん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 前の例となって話せ人の言葉の中に含まれているかどうかということなんですよね。例えばですよ、私はどこどこの山の岩のふもとに金貨でしょ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 、私はどこどこの山の岩のふもとに金貨。10枚を埋めておいたとかってね、そのね、300年前のその偉人が、その三段とか解けるわけですけどもね、この問題は解けないということを証明しなさいと言われると、これは大変ですよ。同じようにね、まあ要するに、まあ本当ではないかもしれない。つまり、まあ本当ではないかもしれない。つまり、まあ本当ではないかもしれない。つまり、まあ、本当ではないかもしれない。つまり、
ってその次のステップへさらに検証する価値があるかどうか、その必要があるかどう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 か。その手前で止まることはそんなに難しいことじゃないんですよね。でまあ私の場合はその秘密の暴露を後々ね追認する事実が出てきた時に初めてそこで秘密の暴露っていうのは完成するわけです。まあ例えばよくある例としてはですね、例えばある例としてはですね、It was May 26, 2021. It was about 5 p.m. on Wednesday. In the 30-minute video diary, I was taking a self-video diary. A group of small UFOs were reflected more than 30 times.The UFOs reflected in this video diary are judged to be exactly the same ones as the UFOs reflected when I was taking a self-video diary on April the 14th, 2020. This video here shown was taken on May 26, 2021.I hereby have made it possible for viewers to view the recorded video as it is, as a high-resolution version. I would be grateful if you could use this video as a reference for your study of UFOs, and I would be also grateful if you could see, verify, and judge with your own eyes.On that day on May the 26th, 2021, I reshot the video 3 times before shooting. The retaken videos are also recorded here as they are. In addition, the analysis video, etc. will be available after 53 minutes. Since the movement is so quick,to catch, if you cannot check the UFOs, I think you are advised to see this video after 53 minutes first. Thank you very much. と言ったかどうかという問題もありますけど、まあそれはさてに横へ置いといてですね、そしてある場所へ来たらね、そのどこかの牧場の名前があったと。ね、何々牧場と書いてあったと。おお、あそこにあるの何々牧場か。そしたらその牧場の横にね、新築の赤いね。2020年4月、その前には2020年10月その前には、に続いてですね、2021年5月26日の私のビデオ代理の中にまたまたこのような物体が映り込んでいました。まあ、最近いろいろなことが起きてますけれども、証拠として皆さんにご覧いただけるのではないかという意味でね、それを皆さんに今ご覧いただいています。で、何箇所かこの日2021年の5月26日、ビデオナンバー01726ですね、の動画の中には、4箇所から5箇所、いろいろな、また、
UFO らしきものが映り込んでいました。で、今それをご覧いただいてますけども、この物体は私の手の手前を横切っているように見えますね。ということはカメラに近いところを横切ったというふうに解釈して判断して良いのでしょうか。チューブからご覧ください。上から出てきましたね。で、髪の毛の手前を通って、さらにここで手と交差しますけども、手のですね、手前を通っているように見えますね。そして下の方に消えていくということです。で、この物体は何かということですけども、去る2020年の4月にですね、モニター画面の前を通り過ぎたあの物体と形様子が大変よく似ていると思います。で、まあ、こうした物体が映り込んだわけですけども、もう一箇所皆さんにご覧いただきたいところがあります。というのですね、やはりこうビデオカメラの中に映り込んでいるわけですけども、他の2、3箇所はですね、動きがものすごく速いのです。ですから、なんて言いますかね、1秒の何分の1かのスピードで、まあ、小さな、ね、小型の物体が通り過ぎたり、あるいは私の頭の向かって左側、右のところからですね、外に飛び出したりというところが、まあ、この日このビデオの中に映り込みに見られました。で、これはですね、大変速くて小さいんですよね。今下の方に降りていきました。これはどういうことなんでしょうか。先ほどの物体とはやや違うところはですね、何かしらこう、先ほどのはですね、ぼんやりとした煙のような感じがしますけども、これは何かしらこう金属的な小型の物体のような感じがします。10分の1のスローで皆さんにご覧いただきます。ここから出てきます。で、やはりこう左下の方に降りていくわけですけども、元のオリジナルの画像で、一切私の方で明度、コントラストなど手を加えていません。まあ、この動画はですね、記録用ということでハイクオリティ版でね、レンダリングかけて皆さんにお届けできるようにします。ですから皆さん自身でですね、まあ、検証をしていただければ結構です。で、ここだけといいますかね、この日だけの、まあ、その動画だけですとね、まあ、ほこり、ゴミ、虫などいろいろ考えられますけれども、去る2020年の4月、そして10月に起きた、そのいわゆる私の部屋で起きた UFO 事件と私は位置づけてますけれども、それらの事件と比較していただくとですね、まあ、今皆さんにご覧いただいている UFO もですね、その一部といいますか、仲間といいますかね、連続性を持った、つまりは UFO ということになるのではないでしょうか。まあ、皆さんの判断にお任せしますけどもね、まあ、一体これは何かということなんですけども、高解像度版ではありませんけども、ビデオのですね、私のビデオ日誌の01726の方ではですね、前編皆さんにご覧いただけるようにしてますから、まあ、興味のある方って言ったら失礼ですけども、関心のある方はですね、皆さん自身の目で検証していただきたいと思います。この動画はですね、ハイクオリティ版で皆さんにお届けしています。まあ、解像度が高いということですね。一部を拡大して検証してみます。
このシーンの丸をつけた部分に注意してください。このあたりでですね、小さな物体が左右に動いた後下降し始め、やがて四角のところにやってきます。で、その四角のところにやってきてですね、この物体は机のへりに沿って左に移動した後、机の中に潜って、そしてですね、潜った後再び机の中から出てきますけども、それまでは2ミリ前後の大きさかと推定されますけども、出てきた時には5、6ミリ、あるいは1センチ近くに拡大している点に注意してください。といってもここだけでは分かりにくいので、まあ、拡大してみます。この四角の部分を拡大してみます。注意深くご覧ください。つまりですね、この UFO はですね、形を変える、もっと言えば姿を変える能力を持っているということですね。この矢印のところにその小さな物体が上から飛んできてここにやってきます。そしてこの机のへりに沿ってですね、左の方に移動していきます。そして A のところで消え始めます。もうすぐですね、今ヘリに沿って左の方に動いてきますけども、ここでですね、机の中に潜り込んだかのように見えます。電子辞書に潜り込んだと同じような現象が起きて、そして B のところに出てきます。で、この B のところに出てきた時にはですね、かなり大きくなっている点に注意してください。つまり姿を変えたということになります。何回か繰り返してみます。で、 B のところに瞬間出てきますね。これで20分の1スローですから、極めて速い速度で A から B に移動し、そして B で拡大して出てきたということになります。これは大変貴重な動画かと思います。というのはですね、他の場面においてはですね、それぞれ小さな物体とぼんやりとした丸い物体が別々の物体のように、まあ、私もそのように考えていたわけですけども、ここでですね、実はそうではなくて、小さな物体が、まあ、時と場合によってはですね、大きくぼんやりとした形に姿を変えるということです。ここが重要ですね。で、 B のところを見てください。で、さらに、まあ、これ20分の1なんですけどもね、さっと左の方に移動していくのが分かりますか。そして、まあ、画面の外に出てキーボードにまた潜り込んでいくというような雰囲気ですね。飛行中に姿を変える UFO ですが、1996年にですね、スペースシャトルコロンビア号によって宇宙遊泳実験というのがなされました。 STS-80 ミッションというのがそれなんですけども、その際にですね、その宇宙船の外にですね、奇妙な物体が映り込んでいました。まあ、当時はですね、これを UFO と、まあ、見なかったためにですね、この画像が FBI の方から、まあ、リリースされたというわけです。その中にこのような物体が映っていました。で、今その四角の物体、四角で枠で囲った物体なんですけども、ここまで飛んでくる過程の中でですね、最初はぼんやりとした丸い丸のようなものであったんですけども、途中から姿を変えてこのように、まあ、なんて言いますか、ドーナツ型の形に変身するというわけです。周囲が白くとですね、で中心部が色が濃いということですね。これはあの白黒の動画ですから色は分かりませんけども、周囲が白くて中心部が色の、まあ、濃い物体であるということになるわけです。この物体がですね、右上から飛んできた、まあ、現れた時にはですね、ぼんやりとした白い、まあ、ボールのようなものであったんですけども、途中から、まあ、姿を変えたというわけです。この物体ですね。で、それをもう一度皆さんに注意深く見ていただきたいと思います。実はこれと同じものがですね、私の勉強会の場に現れました。で、これらがですね、 UFO である、まあ、当時はですね、宇宙ボタルとか、まあ、そのような形で説明されていたわけですけども、これが UFO であるというその証拠の一つがですね、編隊を組んでいるということですね。はい。で、もう一度ここで見ていただきたいんですけども、初め白いぼんやりとした丸でしたね。それがだん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 左の方に寄って、そして今矢印のところにやってきました。そして今そのやや左、今この矢印のところにやってきましたけども、ここで一回停止するんですね。
と停止して、でしばらく、まあ、見ててくださいね。今四角枠で囲ってみました。します。その後ですよね。この物体がですね、ドーナツ型に変身するというわけです。つまり変身する、あるいは姿を変える UFO というのは現実に存在するということですね。つまりこれが証拠である、証拠だということになります。で、2021年の7月29日に私の部屋に現れた UFO もですね、やはり机のへりのところまではですね、小さな点のような物体だったんですけども、机から出てくるときに大きな物体に変身したということになります。つまり変身する UFO というのは珍しいといえば珍しいんですけどもね、しかしありえないことではないということになるのではないでしょうか。話を戻します。10分の1スローで今ご覧いただいています。何かしらのこう後ろの方に尾を引くように見えるところが気になります。しかもこの物体はですね、手の手前を通っているようにも見えるわけです。あるいは、前回のようにですね、私の体の中を通り抜けている感じもしないでもありません。そして下の方に消えていくということですね。で、もう一度ご覧いただきます。10分の1スローです。もう一度やってみます。この辺りで何かしらのこう尾を引くような感じがしますが、注意深くご覧ください。ここですね、小さな尾を引いているような感じがします。もう一度やってみます。ここですね、スッと小さな、尾を引いてるということですね。さらに2分の1にし、20分の1スローでご覧いただきます。今空中止まってますね。それからこの辺りで何かしらポンポンポンとやはり尾を引く感じがします。そしてかすかですけども、やはり周りの空間が歪むような現象も見て取れるのではないでしょうか。注意深くご覧ください。ポンポンポンとこう尾を引きながら、2020年4月の UFO と大変様子がよく似ているということですね。もう一度やってみます。で、小さな物体の方についても拡大して皆さんにご覧いただきます。こちらの小型の方はですね、落ちていくと言いますか、飛んでいるというよりはですね、くるくると回転しているように見えますが、いかがでしょうか。くるくるっと回転して、回転しながら下へ押していくという感じがします。もう一度繰り返しますが、何かしらこう透明感がある点にも注意してください。次に2020年4月に起きた UFO 事件の動画をつなげておきます。どうか参考にしてください。2021年5月26日にはですね、ビデオ日誌を3度撮り直しています。その時に、没動画が出たわけですけども、その没動画の中にも
UFO が映り込んでいました。しかもですね、その動画の冒頭部分にそれが出てきますということはですね、あらかじめその UFO は私の部屋にいたということになるのではないでしょうか。どうかご覧になってください。私たち住むこの社会はですね、まあ、ある意味でね、特に私というとですね、要するにこの世界、私たち住むこの社会はですね、まあ、ある意味でね、特に私というとですね、要するにこの世界、私たち住むこの社会はですね、まあ、ある意味でね、特に私が今ね、皆さんにこう、解いているようなね、謎解きの世界などにおいてはですね、どこかうさんくさいね、どこかインチキくさいね、どこか怪しいな話というのはゴロゴロしてますよね。で、そういう時に私はですね、一つの、まあ、その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 話がですね、真実かどうかということを判断する、その一つの基準としてね、秘密の暴露というね、追認する事実が出てきたときに初めてそこで秘密の暴露というのは完成するわけです。まあ、例えばよくある例としてはですね、例えばその人しか知らない事実を、まあ、その A さんな A さんが口にしたと。で、本当かなと思って、いろいろ調べてみて、大きなね、ふくよかな胸を描かれている女性が一人います。ということは、二人、その女性がいるということですよね。わかりやすく言うとですね、あの歌詞の絵の戦いの中に、絵の中には、ジョア、ミエスと、まあ、その、花冠をかぶったイエスですよね、王ですよね。いわゆる花冠で象徴されている。王イコール、イエスってことになるわけですけども、それがシャマーシュイエスってことになるわけですけども、他に18人の人たちが描かれている。その中で、王イコール、イエスってことになるわけですけども、それがシャマーシュイエスってことになるわけですけども、他に18人の人たちが描かれている。その中で、王イコール、イエスってことになるわけですけども、それがシャマーシュイエスということになるわけですけども、他に18人の人たちが描かれている。その中で、王イコールイエスということになるわけですけども、それがシャマーシュイエスということになるわけですけども、他に18人の人たちが描かれている。その中で、イナナマリアを一人、女性ですね。それから、女性記の書かれた人が一人、ムチブサが書かれた人がもう一人いるわけです。三人の女性がいるということなんですよね。で、18人The more you look up, the more new facts are born, and a new mystery is born together with it. One of the small UFOs that appeared in my room slipped into my desk. That's exactly what alien technology is all about. 調べれば調べるほど新しい事実が生まれてきます。そして新しい謎が生まれてきます。私の部屋に現れた小型 UFO の中には、机の中に潜り込んでいったのもありました。まさにそれはエイリアンテクノロジーということになります。広島市ハメメシティジャパン。
strange objects were reflected in my video from 2:30 p.m. to 3 o'clock p.m. on April the 14th, 2020. Over 40 times, various large and small objects were reflected in the video. But that doesn't mean the case is over. It was the night of May the 18th, 2020. The time was around 8:20 p.m. Though I couldn't shoot a video this time, but when I was teaching mathematics to a high school student, my wife witnessed almost the same golf ball-sized object, which was flying around in the hallway of the room. Moreover, at that time, I was showing the video shot on April the 14th to the high school student. The high school student then said, "When a white object slips through the electric dictionary, I can recognize the faint warping of the space around the object and fine path of light is scattered." So I, Hiroshi Hayashi, decided to re-examine the video on this occasion. 2020年4月14日の午後2時30分から3時ごろまでの間、私の動画の中に奇妙な物体が映り込んでいました。40数回にわたってその動画の中に大小さまざまな物体が映り込んでいましたが、それで事件が終わったわけではありません。2020年5月18日の夜のことです。時刻は午後8時20分頃だったと言います。動画撮影はできませんでしたが、私が高校生に数学を教えている時のこと、その部屋の廊下でゴルフボール大の同じ物体が飛び回っているのを私の妻によって目撃されました。しかもその時、私はその高校生に今皆さんにここに見せている動画を見せていました。その高校生はその時こう言いました。白い物体が電子辞書を通り過ぎるとき、かすかだがその物体の周辺に空間の歪みと細かい光の粉が飛び散っているのがわかると。そこで改めてその動画を再検証し直してみることにしました。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいているのがその中の物体の一つということになります。右上から左下の方に流れていくのがわかります。この物体はその下のですね、白い電子辞書の中を通り過ぎていくのがわかります。ここで消えて、そして再び側面で現れてきます。その側面から出てきた瞬間ですけども、その物体の後部ですね、その後に、光の粉が飛び散るのを皆さん注意深くご覧ください。モニターよりもですね、ノートパソコンの方が私の場合は綺麗に見えます。ともかくも今物体が入っていきますが、100分の1スローにしてみました。10分の1かける10分の1、さらに10分の1スローにしたというわけです。で、100分の1スローにしてですね、今辞書の中にその物体が入っていきますが、そして側面から出てきます。つまり通り抜けたということですね。そしてその後なんですけども、空間に歪みが生じていると、その高校生は言いました。確かにもやもやしていますし、その物体の後部にですね、今ここで何かしらポンとこう白い別の物体のようなものが現れた感じになっています。そしてその後なんですけども、その物体が通り過ぎた後にですね、細かい光の粉が散らばるのがわかります。注意深くご覧ください。これはですね、モニターを私のビデオカメラで撮影したものですから、やや見えにくいですけども、もう一度元の画像をですね、この後につなげておきますから、注意深くご覧ください。これは、その高校生が言うにはですね、空間の歪みではないかということなんですね。あるいは、
何か私たち人間にがですね、まあ、知る由もない未知のテクノロジーによるものかもしれませんということをですね、まあ、皆さんに知っていただきたくこの動画を再検証してみました。元のってますか、10分の1スローの方の動画でご覧ください。こちらの方が画像が鮮明に、まあ、見ることが画像をですね鮮明に見ることができると私は思います。で今この物体が左の下に消えていきますが、電子辞書に消えた直後に注意してください。注意深くご覧ください。ここでですね、今バックしてみます。繰り返してみますが、この後ですね、この後その物体の後部にですね細かい光の粉が、まあ、出るのが分かります。その部分を繰り返してみますから注意深くご覧ください。この物体は何かということですが、そしてこの物体から発生する光の粉は何か、なぜかということについては私には分かりません。がともかくもこうした現象がですね現実的に事実として起こっているということです。後の判断は皆さんにお任せします。It was around 3 p.m. on April the 14th, 2020. I was shooting a video diary published every day. I first found a very strange thing flying in the video. What the viewers are watching here is the video diary at that time.However, more than 10 of these strange things were reported by viewers to have been recorded in the video. Here are some of them. I determined that these objects to be ultra-small UFOs because when I tried slowing down the reproduction speedOne of these objects seemed to rotate very quickly. Moreover, you can also see that these objects fly and slip through a cup and an electronic dictionary. These are UFOs, right? 2020年4月14日の午後3時頃のことです。私がビデオ日誌を撮影していた時のことです。そのビデオの中に大変奇妙なものが映り込んでいるのが分かりました。視聴者の皆さんに見ていただいているのはその時のビデオ日誌ですが、こうしたものが
10個以上も動画の中に記録されていました。ここではそれらの中からいくつかを選んで紹介します。私はこれらの物体は超小型の UFO であると判断しました。再現速度を遅くしてみると中には回転しているように見えるものもあったからです。またこの物体はコップや電子辞書をすり抜けて飛んでいるのがわかります。これらはまさに UFO ですよね。広し林、浜松シティ、ジャパン。現実と非現実、非現実と現実、私たちはその現実と非現実の世界で生きているが、その境界は決して明確なものではない。時として私たちは何が現実で何が非現実なのか分からなくなる時がある。というのも、この現実世界にしても光と分子が織りなす世界、その光には実体はなく、また分子にも実体はないが、そういう非現実の世界で私たちはそれを現実として生きている。そこにものがある、そこにものが見える、そこに音が聞こえる、そこに形があり、手で触れることができる、ぬくもりや冷たさを感じることもできる。さらに言えば、そこにあなたがいて、彼がいて、彼女がいる、そしてここに私がいる。その私は周りの人たちと心がつながっている。その心の中で私たちは生きている、確かに生きているが、それは本当に現実の世界なのか、それが現実なのか。生きているということは本当に現実なのか。億年の、そのまた億年の昔の間、私は無だった。あなたも彼も、そして彼女も、皆無だった。その無の私が光を受け、
分子で組み立てられ、今ここにいる、生きている。悩み、苦しみ、もがき、笑い、楽しみ、喜びながら生きている。その私は現実なのか。そしてその私や彼や彼女はやがて近い未来、再び無の世界へと戻っていく。光は消え、分子はバラバラになる。同時にこの世界、この宇宙、すべてが消える。消えてそこにあるのは永遠の無。億年の、そのまた億年の闇の淵となると、現実とは一体何なのか。現実の中の非現実、今皆さんが見ているのは現実の中の非現実。ありえない白い光球体が縦横無尽に飛び回っている。飛び回るだけではなく、モニター画面から飛び出し、電子辞書を横切る。音もなく、時には鋭い光を放ち、時にはぼんやりとしたもやに包まれ、そこに飛んでいる。これは現実なのか、それとも非現実なのか。現実世界における非現実なのか、それとも非現実世界における現実なのか。私たちの住む世界が現実世界であるとするなら、これらの物体はまさに非現実が、その非現実世界から見るとこの私たちの世界が非現実。光と分子の世界に生きている私たちの世界こそが非現実。あるいは私たちは、私たちの世界こそが現実と、そう錯覚しているだけなのか。もともと無の世界を現実と錯覚しているだけなのか。あるいは反対に、ひょっとしたら無の世界こそが実は現実なのか。だとするなら、一体この現実世界とは何なのか。今私たちが住んでいるこの世界は本当に現実なのか。現実と言い切ってよいのか。あるいはこの現実世界だけを見て、これが現実と言い切ってよいのか。あるいはこうした現実世界における非現実現象は、ただ単なるテクノロジーによるものなのか。光と分子をあざ笑うかのように、光を無視し、分子を無視し飛び回る。私の書斎の中を飛び回った光球体は、人間よりはるかに進化した生命体の乗り物なのか、それともそれ自体が生命体なのか。さらには未知なる世界からの来訪者なのか。そしてここに知るテクノロジーは、1万年、10万年のはるか遠い未来、人間も手にすることができるテクノロジーなのか。つまり人間もいつか現実世界の中で、こうした非現実世界を手にすることができるのか。が、こうした非現実もやがて現実世界の中で消えていく。こうした非現実を見て最初は驚いた人も、やがてそれには驚かなくなる。非現実を現実世界の中に押し込めることによって、納得し、安心し、そして忘れる。
ただの超常現象だと。現実世界で非現実を認めることはそれ自体重苦しい。理解できないものを心に留めておくことはそれ自体が苦しい。だから人は現実世界における非現実を自ら遠ざける。私もそうだし、あなたもそうだ、彼もそうだし、彼女もそうだ。現実と非現実、非現実と現実、私たちはその現実と非現実の世界で生きているが、その境界は決して明確なものではない。時として私たちは何が現実で何が非現実なのか分からなくなる時がある。というのも、この現実世界にしても光と分子が織りなす世界、その光には実体はなく、また分子にも実体はないが、そういう非現実の世界で私たちはそれを現実として生きている。私は私の動画の中に映り込んだ非現実的な高級体を見ながら、そんなことを考えた。現実とは何か、非現実とは何か、こちら側にいる私が現実なのか、それとも向こう側にいるその人が現実なのかと、あるいはこちら側にいる私たちこそが非現実なのかと、つまり私たちが現実と思っている世界は本当に本当に現実なのかと。